シティーズスカイライン2がついに発売したわね。要求スペックに満たないけど、とりあえずやってみるわ。早速ニューゲームを押してスタート。とりあえず、アーキペラゴヘイブンを選択するわね。左側通行にチェックが入っていることを確認してスタートするわ。読み込みの間に私のことを紹介しようと思うわ。名前はアメ。よろしくね。細かいことは気にしない性格よ。雑でも許してね。さて、始まったわ。まずはカメラ操作ね。任せて。次はカメラの傾きを変更してみるわね。ズームは得意よ。お見事。当然でしょ。次は道路の基礎ね。この辺りに道路を作るわ。道路の基礎が終わったわ。簡単ね。次は住宅区画の作成ね。これも簡単そうだわ。さっき作った道路に沿ったマス目に住宅区画を作るわ。次は商業区画よ。住宅の近くに作るわね。あ、住宅ができてきたわ。近くで見るわ。クレーンが頑張って建設しているみたいね。次は産業区画を作っていくわね。最初は少しだけにしとくわ。次は電力ね。電力は苦手だから雑に行くわね。環境を考えて風力発電機を設置するわね。風向きとはよくわからないけどこの辺りにするわね。電線を通すわね。今作は道路に電線を通せるらしいわ。技術の進歩ね。つながってるのかつながってないのか表示がわかりにくいわね。次は水道ね。水道も苦手よ。用水所を設置するわね。水辺のこの辺にするわね。水道管も道路についてるみたいだから用水所まで道を作るわね。次は下水排出口ね。この辺りかしらね。下水道管で接続するわね。ああ、もう分かりにくいわね。イライラしちゃうわ。お見事。当たり前でしょ。うふう、やっとチュートリアルが終わったわね。今日のところはもう少し見て終わりにするわね。
この辺りに住宅区画を作ったわ。クレーンが頑張ってるわね。あ、少し建設されたわ。どんどん建設されていくわね。嬉しいわ。車も来るようになったわね。第一村人ね。犬を連れているわ。ここに可愛い鹿がいるわね。森に帰って行ったわ。この辺りは商業区画ね。この辺りが産業区画。煙がたくさん出てるわね。この辺りに道路を追加しようかしら。住宅区画を増やすわね。やったわ。とうとうちっぽけな村になったわね。商業区画が足りないようね。道路をここに作って。商業区画を作るわ。次は住宅区画が足りなくなったわね。たくさん作るわよ。今日も疲れたわね。なんで私がこんなことしなくちゃならないのよ。発売前は要求されるスペックが高かったからすごいゲームができると思ってたわ。グラフィックのクオリティが全く良くないわね。今のところ無印で十分だわ。次回は新構造化、これを目標にするわ。また見てくれたら嬉しいわ。